生きるのはこんなに大変？戦国江戸のホームレスの暮らしとは。現代でも取り上げられることが多いホームレス問題ですが、戦国そして江戸時代でも大きな社会問題となっていました。社会保障など全くない時代ですから、その暮らしぶりはかなり厳しかったことでしょう。今回はそんなホームレスたちの暮らしを紐解き、彼らがどんな生き方をしていたのか解明してみたいと思います。新型コロナウイルスやウクライナ情勢で、私たちもいつホームレスになるか決して人事ではありません。現代を当時に置き換えて考えていきたいですね。戦国や飢饉で大量に発生したホームレスたち。ホームレスとは、定まった住居を持たず定職についていない路上生活者のことを指しますが、古くは奈良時代から記録に現れています。無理な土地制度のせいで家を失った人や、保護を受けられなくなった老人など、たくさんのホームレスがあふれました。国も社会事業の一環として、養老施設である非電院や医療施設に該当する施薬院などを立ち上げ、ホームレス対策に乗り出しています。ところが時代が中世になってくると、商標期を迎えたことで気候が変化、ちょっとした氷河期が訪れるのです。また全国的に不作の年が続いたことで飢饉が頻発しました。年貢などの食料は都市へ集まりますから、飢饉になると地方から飢えが始まります。そのため飢えた人々は食を求めて都市へ流れ、京都はまさにホームレスであふれ返りました。長禄3年1459年から始まった干渉の飢饉は、中世でも最大級の大飢饉だったようです。戦乱の影響もあって、大量の流民が流れ込んでいた洛中では、餓死者病死者合わせて8万2000人を超えるという未曾有の大惨事となりました。さらに疫病が蔓延したことで多くの人が亡くなり、悲劇に拍車をかけたのです。当時の京都における人口は推定15万人とされていますが、その3分の1を占めたのがホームレスでした。食を求めて都市へ流れてきた彼らですが、大飢饉の中では口にするものなどありません。真っ先に飢饉や疫病の犠牲者となっていきました。そんな京都の町を戦乱が襲います。それが応仁元年1467年から始まる応仁の乱でした。戦火は町を焼け野原にし、多くの民衆が戦乱を避けて京都を逃げ出します。乱が終結した時、人口はたった4万人まで減少しており、そのほとんどをホームレスが占めていたようです。ちょうどこの頃から戦場で活躍する足軽が生まれますが、その多くはホームレス出身者たちでした。京都で戦う武将たちは彼らに目をつけ、戦力の一部として利用したのです。とはいえ戦いのプロではありませんから、その任務は後方支援や略奪などが中心となりました。屋敷や寺社の建材をどさくさに紛れて持ち出したり、商家に押し入っては金品や食料を略奪するなど、かなり暴徒化していたようです。あくまで臨時雇いですから、乱が終結するとホームレスに逆戻りする者も多かったとか。ホームレスも立派な職業だった？さて、応仁の乱が終わると京都は復興を遂げ、人口も以前の水準に戻ってきました。ホームレスも相変わらず数万人規模でいたようですが、ここで彼らの暮らしぶりについて見ていきましょう。当時の価値観ではホームレスも職業の一つだとみなされていました。いわゆる物乞いが仕事ということですね。彼らが寝起きしている場所は様々です。お寺の床下だったり、神社の門前だったり、あるいは河原で小屋掛けする者もいました。中には車輪付きの小屋を組み立てて自由に移動する者もいたようです。ちなみにホームレスがどこで物乞いするのかというと、お寺や神社の門前など、とにかく人が集まる場所でした。
当時のホームレスは一方的に物をもらうわけではありません。施した人に対して仏教的満足感を与える存在だったようで、とても大事にされていたようです。人に施すことが功徳だとされ、徳を積めば積むほど極楽へ行けるとされていました。働けるのに働かないのではなく、ホームレスはその存在がありがたいものだったのです。またホームレスは一人で生活していたわけではありません。彼らはリーダーの下で集団行動し、座という縄張りを持っていました。ホームレス個人が得た収入の一部はリーダーへ上納され、同じホームレス同士でも貧富の差があったようです。中にはきれいな着物を普段から着ており、仕事の時だけボロボロな衣服に着替える者もいたとか。物乞いの方法も様々で、人通りが多い場所で待つだけではありません。武士や商人など裕福そうな人を狙って声をかけることもありました。この様子を他のホームレスたちも見ていて、もし物乞いに成功すれば、俺もと他の者まで物を狙ったそうです。とはいえ、与える方も嫌な顔はしません。なんせ徳を積むことにつながるわけですから。ホームレスという意味では傀儡という集団も該当するでしょうか。20人から30人、あるいはもっとたくさんの人数が一座を組み、各地を移動していたらしいのです。傀儡とは人形を操る人形使いのことですが、曲芸師や踊り子、笛や太鼓などの演者たちを含んだ一座だったようです。彼らは定住することなく全国を巡り歩き、やはり人が集まる寺社の門前で芸を披露していました。こういった芸能はやがて歌舞伎や人形浄瑠璃となって発展していきます。物乞いは許可制だった？江戸時代のホームレス。江戸時代に入ると身分制が社会へ定着し、職業、服装、住居などが身分とリンクするようになります。ホームレスは物乞いで生計を立てていたわけですが、この時代になると許可制となりました。いわば得たや否認といった非差別身分でないと物乞いができなくなったのです。ところが江戸時代は飢饉や災害が頻発していた時期でした。国元で暮らせなくなった人々は江戸や大阪などの大都市へ流れ込み、無宿者、いわゆるホームレスとして暮らしていくことになります。家がない以上、定職に就くこともままなりませんし、結局は物乞いをして生計を立てる以外になかったようです。いわば非合法の形で物乞いをするわけですから、幕府もかなり目を光らせていました。否認認別帳に記載されている否認を抱き否認と呼びますが、食い詰めて江戸へ出てきた流れ者を伸び人と呼んでいたようです。幕府は事あるごとに伸び人狩りを行い、改めて認別帳に記載して抱き否認とするか、もしくは追い払ったといいます。江戸が拡大発展するにつれて、ホームレスたちも増えていきますから、幕府としても頭の痛い問題だったようです。天明3年1783年、浅間山が噴火したことで起こった天明の大飢饉は、東北地方を中心に数十万人もの餓死者を出すという被害をもたらしました。農村では生産人口が軒並み減ってしまい、関東地方では140万もの人口減が記録されているほど。そして5万ほどの人々が江戸へやってきてホームレスになったそうです。都市部でも米価の高騰が町民たちの暮らしを直撃しました。奉公人が次々に解雇されて家を失い、地方から流れてきたホームレスと混然一体となります。江戸中の橋という橋にはホームレスが密集し、通行人が通るたびに殺到して物をねだったといいます。そんな状況の中、幕府はホームレスの有効利用を打ち出しました。実は佐渡の金山では人手が足りず、そこで働かせようというのです。幕末に至るまで2000人以上が送り込まれたのだとか。
金山では水替えという過酷な仕事があったようです。地下に向かって鉱石を掘れば掘るほど水が湧き出るため、どんどん水を汲んでは出口へ運んでいきました。かなりの重労働だったらしく、逃げ出す者が後を絶たなかったとか。灯油の煙で一酸化中毒になったり、最悪の環境下で昼夜なく働かされたりで、3年もすると例外なく病気になってしまったそうです。世界遺産候補として注目を浴びつつある佐渡金山ですが、そんな恐ろしい歴史があったのです。ホームレスに仕事を。幕府が行った画期的な政策とは。さて、江戸にいたホームレスたちの暮らしぶりですが、その実態は様々です。まず物乞いするにしても知恵が必要でした。お坊さんの托鉢に混じっておこぼれをもらったり、あるいは法事がある家を訪ねて供え物や食べ残しをもらうなどしたようです。また江戸では女性のホームレスもたくさんいました。小さな子供を連れている場合など、普段より多めにもらうことができたとか。一方、ホームレスの中には犯罪や違法行為に手を染める者もいて、たびたび社会問題となっています。当時から賭博は犯罪行為だったのですが、摘発される者の多くはホームレスでした。またゆすりやたかり、強盗といった事件も頻発しています。そんな状況を見かねたのが、時代劇鬼平犯科帳でも有名な長谷川平蔵でした。平蔵は上司である老中松平定信に人足寄せ場の設置を提案します。江戸へやってくる無宿人が後を絶ちません。そこで無宿人を集めて収容し、仕事を与え手に職をつけたら、きっと彼らの更生につながりましょう。こうして江戸の石川島に巨大な施設が完成しました。そこはホームレスに職業訓練を施し、職業をバックアップするための更生センターだったのです。人足寄せ場は3棟の建物からなっていて、ここに収容されたホームレスは3年間それぞれの職業を習い覚えます。そして正業につけると判断されるや、ようやく世間へ出られるのです。職業訓練の種類も多く、大工や左官、船頭や野菜作りといったことまで教えていました。また女性のホームレスですと、洗濯や裁縫などの訓練に人気があったようです。ちなみに作品が売れた場合、売上金の2割を経費として差し引き、残りが本人の貯金となりました。さらに就職希望者には開業資金の援助や道具の贈与も行われるなど、手厚い支援だったことがうかがえますね。こうした幕府の政策は、確かに焼け石に水といった側面もありますが、こうした政策を取り入れたのは日本が初めてでした。日本は世界で最も進んだ人権尊重の国家だったのです。